太陽神ポイボスアポローンポイボスは、ギリシア神話の神アポローンの別名、あるいは称号である。輝く者の,の意と考えられ、光明人と訳されるが、正確なところは不明である。ホメーロスの作品においては、ポイボスアポローンの形で、しばしば登場する。アポローンとは別の神格として、ポイボスという神が存在した可能性もある。オイディウスのギリシア神話集。 変身物語において、英雄、パエトーンは、太陽神ポイボスの息子であるとされる。しかし、オイディウスの作品においては、ポイボスは、ポイボスはポローンとは区別され、別神格であるとされる。このようなことは、ギリシア神話の古い起源をたどっていくと、別名や別称号とされるものが、実は、本来別の神の名であったものを、集合によって取り込んだという場合に実際にあり得る。 アポローンの場合は、小アジア起源の複数の植物神が集合、合成された神格と申される。したがって、ポイボスとアポローンは、オイデウスの作品が区別しているように、本来別の神格であった可能性がある。このような例としては、例えば、パラスという少女は、トリートーンの娘であり、アテーナー女神の親友であったという神話と、アテーナーの別名、称号であるという神話がある。 この場合、パラスは別の神格で、後にアテーナーと集合して、アテーナーになったため、パラスがアテーナーの別名になったが、しかし別の神格であった当時の神話も残って伝わると、別名なのか別神格なのか、混乱が起こることになる。古典ラテン語ではギリシア語の神名をラテン語化してポエブスアポロと呼んだ。ポイボスは本来光明人の意味とされるが、 アポローンが太陽神とされたため、ローマ神話においてもポエーブスを太陽神の意味に解釈した。このことから、後の西欧の死において太陽の比喩として、ポイボス、またはポエーブスと、その車が用いられるようになる。2004年夏季のアテネオリンピックでは、フボスと綴られたポイボスが、アテナーと共にマスコットとなった。ありがとうございます。